カセさんシリーズは、高島ひろ美による100号漫画シリーズ。山田由衣と加瀬ゆかという、二人の女子の恋模様を描く。本シリーズ初の作品は、朝顔とカセさん、という読み切りであり、2010年に発売されたコミックアンソロジー、ひらり、ボリューム2に掲載された。その後、ひらり、ボリューム4からシリーズ化し、以後、同詞で連載された。ひらり、 は2014年に発売されたボリューム14をもって休刊したが、本シリーズは、ウェブマガジンウィングスを経て、ウィングスで、現在も連載中である。各話のサブタイトルは、〇〇と、カセさん、という形で統一されており、コミックス各館のタイトルも同様である。ある年の4月、西高校の2年生で陸上部員、カセユカは、同学年の緑海カ山田由衣が、 校内の草むしりをしているのを見かける。彼女の草むしりに対する思いを知ったゆかは、それ以来、ゆいのことを目で、追うようになり、夏休み前、校内の朝顔に水やりに来たゆいに話しかける。一方、ゆいも、声をかけられたことがきっかけで、ゆかに好意を抱く。二人は徐々に進行を深め、三学期に行われたマラソン大会の日、交際をスタートさせる。その後、 二人は三年生に進級する。ユイは、親友の三河から、かつてユカが陸上部の先輩、井上茜と交際していたという話を聞かされる。ユイは一時、茜に嫉妬するが、文化祭の日にその話は誤解と判明する。一方、ユイは、高校卒業後の進度についても悩んでいたが、東京の体育大学を受験するユカに触発される、形で、 東京の女子大学を受験することを決め、二人とも合格を果たす。本シリーズは2009年、新書館の編集者が高島に、ひらりに載せる漫画を描くよう依頼したことがきっかけで始まった。当時の高島は、ゆりというジャンルには明るくなく、100号漫画も描いたことがなかった。その高島に執筆の依頼をした理由について依頼をした編集者は、 高島の漫画、未満恋愛における恋愛描写の上手さを評価したと発言しており、依頼に際しても、女の子二人の関係性をテーマにしたお話という条件以外はすべて高島に任せる方針が取られていた。一方、依頼を受けた高島は、男の子じゃないのに、ドキッとしてしまうかっこいい先輩を描きたいという思いから本シリーズを生み出した。実際に、高島は、 学生時代、同性にモテる、かっこいい女の子と出会っていたといい、ユカはその子をモデルとして描かれている。一方、ユイには特定のモデルはおらず、ユカとタイになるキャラクターとして創造された。本シリーズは女の子同士の恋愛をテーマにしており、恋や青春における、キラキラしたピュアさが特徴である。ライターの和チ久志明は、本シリーズの魅力について、 女の子同士だからこそできる恋やドキドキ感がとてもウィしくキュートな絵柄で描かれている点を挙げている。その他、電子書籍ストア、ブックライブの書店員であり、同サイトにて書評を紹介するサイト、ブック丸の編集長を務めるおにぎりは、かっこいい女子が登場するユリ作品のベスト1にカセさんシリーズを挙げ、本作ではユリ初心者にも、 おすすめのボーイッシュなかっこよさが表現されているとした。なお、本シリーズの初出作品が掲載された、ひらりは、ピュアユリをテーマとしていた。高島は、学生時代の、好きでたまらない、歯止めが効かない漢字が、ピュアユリだという考えを披露しており、本シリーズではそれを表現しようとしている、と語っている。なお、エプロンと、カセさんと、桜と、カセさんについては、 通常版に加えて特装版がリリースされている。エプロンとカセサンの特装版には BD やブックレットが同梱されており、このうち BD にはアニメーションクリップ君の光とそのライカリールが収録されている。桜とカセサンの特装版にはドラマ CD が同梱されている。2017年から本シリーズを原作としたアニメがリリースされている。 いずれの作品も佐藤拓也が監督を務め、キャラクターデザインを酒井久太が担当している。また、アニメーション制作はゼクスクスが担当している。本シリーズのアニメ化企画は佐藤の提案に橋を発する。佐藤曰く2016年の春に本シリーズにはまり、その後、酒井にアニメ化の話を持ちかけたところ酒井もこれに応じたため、 本格的にアニメ化に向けて動き出したという。そして2017年5月に YouTube でアニメーションクリップが公開され、2018年6月には OVA が劇場公開されている。2017年5月7日、アニメーションクリップ君の光が YouTube で公開された。ここで言う、アニメーションクリップとは楽曲に乗せて、 アニメーション映像を流すビデオクリップのことであり、この動画では、奥花子の君の笑顔がイメージソングとして使用されている。動画の長さは6分40秒で、動画の公開時点で刊行されていたコミックス3巻文の要所が描かれた映像となっている。佐藤はアニメーションクリップについて、光り輝くような場面だけを追体験するような映像を目指した。 と発言している。制作にあたってはいかに光だけを描くかというテーマがあったといい、光の描写についても通常のアニメーションとは異なる表現が試みられている。具体的には光を透過光のような特殊効果で表現するのではなく光を作画し、それをエフェクトのように動かす手法が取られている。スタッフ2018年6月9日、 本シリーズを原作とする OVA、朝顔と加瀬さんが劇場公開された。上映時間は58分で、ゆいとゆかが交際を開始した後の話が描かれている。興行収入は5500万円。制作に至る、経緯本シリーズのアニメ化企画が動き出した当初、プロデューサーの寺田雄介は、本シリーズには一気に見せられるフォーマットが合っていると考え、佐藤に、 劇場 OVA 化を目指すことを提案している。佐藤もその提案に賛成するが、他方で佐藤にはできるだけ丁寧に作りたいという思いもあった。そのため短い差しで純度の高い映像を作ることが検討され、最終的に本シリーズ初のアニメ化はアニメーションクリップというフォーマットに落ち着いている。アニメーションクリップは 映像の完成度の高さが話題となり、YouTube で公開されてから1週間で再生回数が10万回を超えた。こうした反響を受けて、本シリーズの劇場 OVA 化は決定された。制作美術、映像 OVA のキャラクターデザインは、アニメーションクリップに引き続き、堺井が担当しており、スタジオハードデラックスのおば元から、可愛らしく、魅力的と評されている。 佐藤によると、アニメーションクリップ制作当初のデザイン案では床は、よりボーイッシュな感じだったといい、そのため、可愛らしさを増させるよう境に依頼したという。そして OVA でもその方向性は維持されている。絵作りについても、アニメーションクリップの雰囲気を維持するよう意識して、作業が行われている。ただし、OVA では、 アニメーションクリップと違って様々な感情が描かれており、アニメーションクリップの時にはあまり用いられなかった影の表現も OVA では用いられている。劇とも OVA の劇ともはリオノスが手掛けており、ピアノをメインに据えた楽曲となっている。ピアノがメインに据えられたのには佐藤の意向が働いている。佐藤は本シリーズについて日常を描いた作品だと語っており、 OVA の劇とも制作にあたっては、日常シーンで気持ちよく流れる音楽とは何か、考えたという。その結果、学校の音楽室から流れてくるピアノの旋律に、たどり着き、リオノスにその意向を伝えたという。なお、劇ともの制作に使われたピアノは、アップライトピアノである。リオノスによると、アップライトピアノを使用したのは、暖かい丸い音を出す狙いがあったという。また、 本シリーズのピュアな世界観を表現するため、チェレスタやハープといった楽器も使われている。キャスティング、演技 OVA の出演者のうち、ユイ役と床役についてはオーディションが実施された。オーディションはテープオーディションとスタジオオーディションの2段階に分けて実施され、床役はテープオーディションの段階で、桜あやねに決まった。一方、ユイ役はテープオーディションでは決まらず、 スタジオオーディションを経て、高橋みなべに決まった。佐藤は、ゆか役には、かっこよさと、可愛さの両方を表現できる人が良いと考えて、いたといい、桜の芝居がイメージに一番、近かったと語っている。一方、ゆい役については、オーディション参加者の間で、キャラクターに対する解釈が異なっていたため、最終的には桜が演じるゆかとのバランスを考慮して、 決定するという方針が取られた。高橋はテープオーディションの段階で結衣のイメージに近いという評価を受けていたが、結衣役に決まった後、大げさな演技をしないよう意識したことで、結衣がより自分の中に入ってきた感覚があったという。また、三河役の気所も武器も結衣役と床役のオーディションを受けており、結衣役ではスタジオオーディションまで残っていた。しかし、 スタジオオーディションに参加した際、ユイに加えて、三河も演じたところ、彼女の演技が、三河のイメージと合致するものだったのでそのまま、三河役として起用されたという。主題歌 OVA の主題歌には、アイウィッシュの楽曲、明日への扉をカバーしたものが使われている。歌唱は、ユイ役の高橋と、ユカ役の桜の二人が担当している。主題歌については、 はじめにキャラクターソングを使うという案が出され、そこからメインスタッフが協議した結果、普通の女子高生がカラオケで実際に歌っていそうな恋愛 J ポップをカバーするという方向性になったという。その後、寺田から明日への扉を使うという提案があり、その案が採用され、主題歌に決まった。佐藤は明日への扉を主題歌に選んだ理由として誰も彼も共感できる。 普遍性を上げている。BD、DVDOVA を収録した映像ソフトは計3種リリースされている。はじめに2018年6月9日に OVA を上映する劇場限定で BD が発売された。その後、同年11月21日に BD と DVD が一般販売されている。関連 CD2018 年6月6日。 主題歌を収録したシングル CD カバーソングを収録したアルバム CD サウンドトラックが同時にリリースされた。このうちシングル CD とアルバム CD には CD ドラマも収録されている。新書館公式サイト以下の出展は新書館公式サイト内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。朝顔と加瀬さんに関するカテゴリー。 ありがとうございます。